ハゲワシの石踏みの断片、エアンナトゥムは、古代メソポタミア、初期王朝時代の都市国家ラガシュの王。現在知られている限り、世界最古の戦争記録を残した王である。エアンナトゥムは、シュメール初期王朝時代のラガシュ第一王朝で王位に、ついた。彼は、テルロー遺跡で発見された、戦勝記念碑ハゲワシの石踏みを含む一連の記念碑によって知られている。 これらの記録は同時代の戦争を記述したものとして最も古いものである。これらの記念碑文には彼が戦って勝利したとする国の名が列挙されている。それによればエアンナトゥムはエラム、ウルア、ウンマ、ウル、ウルク、ウルアズなどの都市と戦って勝利を収めたという具体的な経過についてはおよそ知られていない。とりわけ、 ウンマとはこの王の知性より長期にわたる戦争を繰り広げることになる。ウンマとはかつて、騎手王、メシリムの仲介で国境が定められ、国境を示す境界石が置かれていたが、ウンマ王ウシュが境界石を破壊して侵略してきたために、これを撃退したとラガシュの資料は伝える。ラガシュ氏とウンマ氏の間には、グエディンナと呼ばれる肥沃な平野が広がっており、 この平野の貴族をめぐるトラブルから戦争が発生したと考えられる。右王の信仰に橋を発する戦いは長期に渡ったが、エアンナトゥムはこれを撃退し、ウンマの次の王へ中には国境線を元の場所に戻し、境界石を再び置くことに同意して和平を結んだという。この戦争に関しては敵対者であるウンマ側の記録が発見されておらず、ラガシュの記録が どの程度真実を伝えているのか検証は困難である。だが、ヘアンナトゥムは、奇襲を称するほどの勢力を誇った王であり、実際に、数多くの戦争を戦って、勝利を収めたと考えられる。彼の死後、兄弟である、エンアンナトゥム一世がラガシュの王位を継ぎ、ウンマのエナカリの次の王ウルルンマと交争を続けた。後に、ラガシュの王エンメテナの知性で、ウンマの神王いると、 和平協定を結ぶが、これは史上最初の国際条約と言われている。グエディンナはエデンのソノのモデルとなったという説もあるが不詳。ありがとうございます。